なわけで、今から入っていきたいと思います。2部屋あってどっちにするか決めます。じゃあ1部屋目。うわ、なるほど、ベッドが確かに大きい。ダブルです。これはかわいい、なんかお部屋がこういう感じですね。じゃあもう1部屋に行ってみたいと思います。なんか見て、2個あるけど、おもろい。どっちがいいんだろう。ちょっと決めますね、皆さん。というわけで、こんにちは、ひまひまです。今回ですね、皆さん、私は今現在どこにいると思いますか。そうです、ホテルです。なんとぼっち、今日も今日でぼっちです。というわけで今日はですね、ひまひまのぼっち、ホテル生活を撮っていこうと思います。続けていきましょう。レッツゴー。エアコンあったんだけど、ひまの部屋と一緒、全く。え、ウケる。今の時刻がなんともう9時55分。え、そう、なんか高校生になってから10時まで撮影が OK になるわけですよ。だから結構9時ぐらいまで収録があって、で今帰ってきてホテルです。でさっき見てもらったと思うんだけど、部屋が2部屋あって、広くてベッドが2個あるのか、1個でベッドがで、そのベッドが大きいのか、どっちがいいってなって、ベッドが1個の方が部屋が小さいんですね。なんかベッドが2個で部屋が広いと怖くて、これはやばい、寝れないと思ったんで、怖かったから、ちょっとさすがに1個の部屋にしてもらいました。ベッド1個です。でもね、大きいの、このベッド。結構こういう感じの外見でーす。ということで、まず本当に普通なんだけど、トイレとお風呂以上で、こういう感じです。なんかすごい、なんかね、はい、あって、絵がで、可愛い水色で、こんな感じです。普通のトー横イン、トー横インで、ひまひまです。ギャグン、間違えた、ギャグン。あ、皆さん引かないでね、本当に引かないで。これでもひまひまです。ということで、そんなふざけたことは置いといて、今から荷物を広げるよ、さすがにね。ちゃんとキャリーケース。リアル一人の時はこうやってすぐに荷物を広げないと落ち着かない。で、椅子の上に広げるの、今は。なんでかって言うと、床に広げるのが嫌だし、ベッドの上だとさすがになんか衛生的に良くない。そうそうそう、だから。で、まずアイロンは出す、さすがに。なんでかっていうとさ、出すのがめんどいから。あと明日の朝ね、マジ格段と楽になるからね、今やっとかないと。今やっとくことで明日が楽になる。これね、あの視聴者さんからいただいたの、ありがとう、Rちゃんだよ。もう名前覚えちゃってんだから。いつもね、見てくれてるのよ、ひまのこと。ありがとうね。ちなみに、こんなのが詰まってます。これも広げるだけで OK で。あと、パジャマだね、パジャマ。あ、これ明日の服、明日の服は、もう出して広げとこう。あの、ハンガーにかける。なんか、バイジバランスしたい気分。はい、一人だとね、こういう気分になります。わかりますか、皆さん。あの、ぼっちホテルってほんとこういう気分になるから、一回みんなもやってみて、楽しいから。でも今、ぼっちホテル一日で限界。さすがにぼっち、そんな2日は無理。 OK、 あとは、これね、タオル。何用タオルかというと、これはもう絶対的なひまの習慣なんだけどさ、こうですね、タオルをかけるっていう。はい、見て、みんな用意できたよ。ひまちゃんね、ひまちゃんだけど、マジでダメ、みんなから言われるんだから、ひまひま、自分のことちゃん付けで呼ぶなって。これね、あのね、皆さんノリですからね、本当に。マジで普通にひまちゃんとか言わないから、これはガチで。こうやって椅子の上に乗っけて、ベッドの上もこうやって完了して、あそこにもこうやってやって、はい、ここも全部完了って感じです。もうこれひまの部屋って感じ。これもくっつけて、じゃあマネージャーさんと一緒に今からコンビニ行っていきます。チーズ。はい、というわけで、お昼ご飯じゃないよ、マジ全然違うぞ。夜ご飯を買って帰ってきました。で、現在の時刻は10時半。私はアイスを食べたいと思います。イエーイ。今日さ、番組のスタッフさんにさ、
三島さんまだダイエット続けてるんですかって言われて、はいとか言って、夜ご飯どうするんですかって言われて、あ、サラダですって言ったの。完全に今キャラメルのアイス食べてるんですけど、私しかも260キロカロリーで、大好きなんだもん今このアイス。今日の一日のご褒美にいいかなと思って買いました。でも言ってご褒美っていうほど私いいこと言ってないけど、いただきます。マジで美味しくて、もうね、しみじみしちゃうわ。本当にこれを作ってくださった方、本当ありがとうございます。まず、ハーゲンダッツを創業してくれたハーゲンダッツさん。そして、そこに頑張って入った方々。そして、それを頑張って作った方々。そして、まさにこの案を考えた方、それを実行に移した方、それを許してくれた部長さん、そして会長さん、そして課長さん、そして社長さん、そして、このチョコを頑張って作った方々、ベルギー、本当にありがとうございます。あと、さっきレジをピッチしてくれたお兄さん。ありがとうございます。というわけで、私はですね、今からマネージャーさんの部屋でこれを食べます。夜ご飯、肉じゃが、アイスを食べた後にこれを食べるという猛者です。でさらに、私はこれを食べます。じゃん、はい、ローストビーフとバジルのポテトサラダ。本当ごめんなさい、ディレクターさん、私ダイエットするって言いましたよね。皆さん今日だけは許してください。ではいただきます。あ、美味しそうやん。いただきます。今マネージャーさんの部屋から帰ってきました。夜ご飯を食べてたんですけど、ぼっちが怖すぎてね、今の時刻がなんと1時。11時からね、ご飯を食べ始めて、1時になりました。2時間話してました。なんでって感じなんですけどね。今からこれを食べます。じゃん、これショートでちょっと食べてみようと思って、今ね、まさかの今で、ちょっと今からショートでこれを食べます。皆さん聞いていい？ TikTok 見せたら1時半になってました。さすがにやばい、入る。マジお風呂入るのめんどくさい。わあ、あのね、行動に移すまでが本当にめんどくさい。めんどくさがり屋すぎて辛い。マジでめんどくさがり屋なんですよ。 A 型っていうとね、みんな驚く。ひまちゃん A 型なのみたいな、みんなに驚かれます。やばい、一日中ファンデーションしたら荒れたな、ちょっと。いや、マジすぐ荒れるんだよね。ぼっちでもさ、こうやってさ、ホテルで話せるようになったのってちょっと成長だと思いません？さすがに3年ぐらいの変化だね。初めては佐賀県でしたね、ぼっちは。しかも誕生日だったし、あの時。懐かしい。タンプレもらったわ。とりあえずお風呂入りましょう。オッケー。メイク落とせたので。じゃあね、今からお風呂入ってきます。はい、お風呂上がりました。今なんと2時。え?2時。さっきからさ、なんか、時間言うたびに自分でさ、ええとか言ってるよね。9時55分。え今の時刻がなんと1時。え多分ね、私の本能がこれを気に入ってるんだと思う。このえっていう感じのやつを。じゃあパックをつけます。ぼっちの中で真っ黒のパックをつけるっていうか、結構怖いことをね、仕掛けてます。怖い、鏡見るの、あ、これを見るの怖い。ちょっとリンパだけ流しとこう。さすがにぼっちでこれは怖い。マジで白にすればよかった、パック。白でも言うて怖いけど、黒なんて強盗みたいじゃん、なんか。怖すぎチャンネル始まるよ。主役はひまひまが務めます。よろしくお願いします。伸びるかな、このチャンネル。え、本当にひまやばい。ぼっちだとこういうテンションになるんだね。なんか自分の新しい一面をした気分で嬉しいです。これなんかの動画でひま普段オイル1プッシュしか使えませんとか言ってたくせに、なんか今日4プッシュ使ったんだけど、ホテルのシャンプーがパサパサだった。ちょっと若干なんかさ、乾いたんだけど水サラサラなんだけど、髪受けるんだけど、なんか多分ね、いつもはガーって大量の風で乾かしちゃうと、ホテルのってさ風弱いじゃん、だからちょっとずつ乾かすじゃん、弱いやつで。だからさらす感じ。ちなみにパックは OK そう。10分経った。あ、怖かった、自分の顔が。じゃあ早速なえ姉さんの参考にしてやってきますとか言ってきながら毎日ですけどね。さすがに寝起きしたら嫌なので、今歯を磨いてるよ。歯を磨いてるよーとか言って。鼻から、ここ、雲が多いな。
今回はこんな感じで放送を始めていきたいと思います。懐かしいよさ、中学放送委員会やったんだよ。放送委員長やったんだよ。こんにちは、お昼の放送の時間です。今日の担当は1年なんとか2年なんとか3年とかでお送りします。まず今日は何の日のコーナーです。今日何月何日は何とか何とかの日です。懐かしい、これで思い出しました。いらん、これ次どこを消そう。怖くない？普通に放棄したら。消えました。怖くて震えてくる。嘘、それはごめん。震えるまでは嘘だけど普通に怖いんだけど、この閉めたらなんかまたここだけつける。あと消して消す。ただここ消すの怖いんだよ。ここに火の手が映ってるだけで怖いし、ここに火の紙が映ってるだけで怖い。どんなん？でも本当怖いんだけど。無理、寝れない。今自転車で走ってる人いんだけど、おもろくない？でもさ、もしこっから今覗いてんのバレてさ、あそこの階のここに若い子がいるとか言ってたら怖くない？2時半だよ今。さすがに3時には寝ます。なんか慣れたとか言ったけどマジ慣れてない。これ慣れる人すごいわ、ちょっと尊敬する。というわけでこんな感じで、とりあえず今日はおしまいです。明日もロケ頑張ります。ではおやすみ。おはよう、朝になったよ。私は顔がむくんでるよ。昨日の夜にあんなん食べたから。で、今ちなみにメイクをしてました。もうちなみに今8時10分なんですけど、日もほんと切れないから隣の部屋からモーニングコール起こしてもらって、マネージャーさんね、電話くれてたっぽいんだけどなんないみたいなモードになんかなっちゃってて、一生誰の電話もなりません。自分が帰ろうって話なんですけどね、設定からちょっとよくわかんなくて。できました、メイク。よくない？めっちゃ黒のメイクいい感じじゃない？だってさ、あのハイライトの入れ方最高。なんか、